西口ホーム、ハットリ天神ご神木のくすのき、ハットリ天神駅、阪急電鉄運行安全祈願祭、ハットリ天神駅は、大阪府豊中市、ハットリ元町一丁目にある、阪急電鉄宝塚本線の駅。駅番号は、HK-43。ハットリ天神宮の境内に開設された駅である。そのため、境内にあった、ご神木のくすのきが残されており、 大阪梅田方面ホームの屋根を突き抜けている。楠木には、神棚と締縄が設けてあり、服部天神宮の夏天神祭りの際には、校内において安全祈願祭が行われる。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。駅本屋の所在する上り梅田方面ホームと、 下り宝塚方面ホームとで改札口が分かれており、各ホームを連絡する、個選橋などはないため、改札内でのホーム間の移動は、不可能である。改札口は上下ホームとも、駅北端にある。実際には校内に乗り場、番号表記はないが、スマートフォン向け、アプリ、阪急沿線ナビトックアプリの発車案内機能では、宝塚方面が1号線。 大阪梅田方面が2号線と表示されている。2016年度のある特定日における1日の乗降人員は25,511人である。近年の1日の利用状況推移は下記の通り。国道176号が少し離れて東側を平行する。服部緑地への最寄り駅は北大阪急行電鉄南北線の緑地公園駅である。 阪急宝塚本線における公園の中心及び西側への最寄り駅は隣駅のソネ駅であり、服部天神駅は公園南側への最寄り駅である。服部天神駅から服部緑地までは最短距離で約1 2トルあり、公園の中心までは約2トルある。服部天神駅構内にその旨の案内表示がある。なお、ソネ駅からは 阪急バスが95系統緑地公園駅業を運行しており、服部緑地の西側及び東側にアクセスできる。服部天神駅から東へ約150メートルの国道176号沿いに、服部停留所がある。阪急バス特定日の場合1日平均の場合、阪急ステーション、阪急電鉄株式会社コミュニケーション事業部、阪急ワールド全集4、2001年、 28ページ。ISBN4 から894850516。a b c 愛原陽、歩いてみれば、こんなところにご神木突き抜けた存在感。毎日新聞。曽根悟る。週刊歴史で巡る。鉄道全路線大手私鉄11号阪急電鉄。1。朝日新聞出版分冊百科編集部。朝日新聞出版。 週刊朝日百科、2010年10月、14から17ページ。ISBN 978から4から02から34万141から9。阪急コレクション、阪急電鉄株式会社コミュニケーション事業部。阪急ワールド全集1、2000年、128ページ。ISBN 4から894850389。小西消し料館白雪の名治。 大正、昭和第11章小林十三と阪急の飛躍、白雪への応援図重創業時の未能を有馬電機、軌道路線図藤山ネットハット、歴史で巡る、鉄道全路線大手手鉄では、開業時の駅名を、ハットリ天神前駅とする。今尾啓介、日本鉄道旅行地図長級関西に、新庁舎、2009年、51ページ。 ISBN 978から4から10から79万27から2。AB、すべてのお客様によりわかりやすく、西山天皇山駅開業に合わせて、三宮、服部中山、松尾4駅の駅名を変更し、全駅で駅ナンバリングを導入します阪急電鉄オリジナルの2020年9月24日、時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 2 0 0 9 2 4 0 5 3 3 1 8 h t t p s w w w h a n k y u h a n s h i n c o j p l e g a c y d a t a i r d a t a e r 2億130万 4306n1 pdf 2020年9月27日閲覧。大阪府時計年間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 年間 ABCD 平成23年 豊中市統計所大阪不統計年間、大阪不統計年間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 平成24年豊中市統計所大阪不統計年間平成25年豊中市統計所大阪不統計年間平成26年豊中市統計所大阪不統計年間平成27年 豊中市統計所大阪府統計年間平成28年、豊中市統計所大阪府統計年間、山下ルミ子、阪急宝塚線、野瀬電鉄街と駅の一世紀彩り流車、懐かしい沿線写真で尋ねる、2013年、4から5.20から21ページ。ISBN 978から4から779117244。ありがとうございます。